はい、どうもこんにちは、しがぶです。妖怪ウォッチ通信やっていきたいと思います。今回はですね、無限地獄のね、先に行こうと思ってます。無限地獄をね、最後までクリアするとこうやってなんか糸が垂れてきて、この阿弥陀娯楽にね、行けるようになるんですけど、まあ、ここね、少し先に進んで1階層のキリンだけ仲間にして戻って、行ってなかったんですよ。で、まあ今回ね、ちょっと行ってみようとのことで、またね、こう、どういう感じのマップなのかとか、まあいろいろあると思うんですけど、まあどういう妖怪が出るのかとか、ちょっとね、わかんないんだけど、まあなんかね、キリンが出るところまではね、とにかく行ったんだよね。確か、これ、まあね、さまよってますけど、これ、たどり着けるのかな？これどうなってんだ？おそらくね、ボスがいて、まあ、こう、3階とか4階とか、で、最終的にめちゃくちゃ強いね。これ名前とか僕、その姿見たことあるんですけど、なんかそれがめちゃくちゃ強いらしいんで、ちょっとね、そのボスまでは行きたいなぁと。倒せるかどうかわかんないけど。今3階層まで来てるな。なんかこれ雲かな？ちょっと景色が、おっと、いきなりボスいた。最初このボスでいいのかな？おっと、いきなり戦いが始まったな。泥船妖僧炉。あいつ、なぎさきにいた大航海船長に似てますね。でも全くの別人。血のつながりもないみたいですよ。見た目は似てるけども、全くの別人なんだ。あ、そうなんだ。では戦ってみましょう。メンバーも、まあ、そこそこ、レベル上げてるメンバー、連れてきてますよ。だけど、こう、今ね、上げてる途中のメンバーが実はね、こう、何名かいね、いて、ビリー隊長とかもいるんで、ちょっとね、普段はね、そういう、なんていうか、新しく育てたい子たちを、レベル上げしております。で、金ピカッチはね、まあ、ゴールにあるんだけど、まあ、ステータス上げてくれるんで、まあ、助けになるかなと思って入れております。まあ全体的に今回はね、ちょっとボス戦を想定して、レベルが高いキャラを比較的連れてきてるんで。まあ安定して戦えると思う。今回のボス結構見た目好きだな。なんかアニメーションなんかこう舵を切って、なんかそこでなんか必殺技をまたやってるな。これ狙う。これ攻撃したらいいんだか。あー、でも間に合わないか。キャンセルできないか。イケイケ妖僧炉。よし、必殺技出すか。で、まあね、この育成要素もまあいろいろあって、コンとかあるんじゃない？コンのね、レベル上げるのが、なんかその、また、ね、ちょっと、他の妖怪で、いらない妖怪をこう、ね、コンに変えて、それをまたこう、合成してみたいな。まあそういう、そうやってまあ、いろんな能力のね、コンとかあったり、いろいろね、やることはまだ、多い感じです。おっと、これ爆発したな、これ。やっぱ後半強いな。後半攻撃激しいな。で、結構これ動かせれないし、お払いもできないんで、これアイテムも使えなくされたんで、これ最初の、これ阿弥陀娯楽のボスだけど、これなかなか手強いぞ。
おっとやられてしまった。だけど倒した。なんていうか攻撃力とかはそうでもないかもしれないけど、ま、敵のその必殺技とかこういう小技がなかなかやるじゃないっていう感じでしたね。まずはこの阿弥陀娯楽2階のボス撃破で、なんかそのマップも少しややこしいのかな。で、これで先進めるのかな。よし、行ってみよう。あら？先は進めない。これでまた戻る感じかな。こっち？ん？右にも行けるな。はい。ということで、今回はね、阿弥陀娯楽で、最初のボスと戦ってみました。いろんなね、やっぱ技使ってきて、こう、ボスのね、アニメーションっていうかな、この動きとかを見ていて楽しめる。まあ、非常にね、楽しかったですね。ボス戦が。はい。ということで、今回これぐらいで終わりだと思います。次回もね、この阿弥陀娯楽、続きを行ってみたいと思います。ありがとうございました。